さあ第3回横綱登場、対戦相手は三木優斗選手。開催コースは滋賀ゴルフクラブです。1番ホールを三木選手、そして2番ホール、ただいま4番ホールは69ヤードのパー3です。さあ風はアゲンスト16、7、6番。風に負けてないといいが、ナイスオンです。ありがとうございます。さあ三木選手のティーショットです。7番アイアンです。これも高い球で止まれ止まれ、風に食われてしまった。王さん、はい、またなんか試合とはまた一味違う緊張感。なんでしょうね、試合より緊張するの。ついた空気というか、なんか負けられない立場としての緊張感がすごいですね。三木さん、痛恨のスリーパットで。そうですね、あそこまで早くなる、仕上がってることってないんですけど、ちょっと思った以上に行っちゃいましたね。今日はグリーンのコンディションが一段と、そうですね、仕上がってる、仕上がってますね。頑張って次寄せます。さあグリーン右手前からの三木選手2打目のアプローチ。スピンが効いた。ここはいいアプローチ。OK ですか。コンシードが出ます。ここは先にパーを決めました。よかった。さあ横田慎一のバーディーパット、下り面だがここはそこまで速くなさそうです。来るか。ナイスバーディーです。ここは決めます。横田バーディーでツーナップ。さあ5番ホールです。549ヤードパー5、左のバンカーオーバーが240ヤードです。これはいい球だ。そうです。はい、ありがとう。
越えていった。すごいね。さあ、三木優斗選手のティーショット。道路の上まで攻めていきました。完璧？最短距離？はい、最短です。わナイスパーでしたが、横田慎一がしっかりバーディー決めてきました。そうですね、まさか、まあ、さすがやっぱプロだなっていう。あそこから、まあ、ここでもクラちゃんであの距離決めてこられる方ってなかなかないんですけど、さすがやっぱプロだなって感じてます。はい、このロングがチャンスホールに。そうですね、ここでちょっと一つそうですね、戻しておきたいなって感じですね。ヨウさん、うまくダウンスロープを使って食らいついていってます。ミチ君がちょっとギスタイになっちゃう。ボットの中、227ヤード、5番ウッドを手にしております。横田慎一のセカンドショット。ここは右を向きすぎたか。あ、これは何も、はセーフ。セーフ。セーフ。ダメだ。さあ、三木選手のセカンドショット。210ヤードほどですが、ここはスタイミーになります。あ、三木選手も右足を踏んでたか。同じ勝ち点が確認できません。うわ、やはりライがよく待っちゃったよ。く待っちゃったよ。ダフるわけにいかないから、こう行ってかそのまま打ったから右行っちゃった。終わったらダフっちゃうし、欲張りすぎた。ボールは隣のホールへ。黄色？前に三木選手、そして奥の方が横田のボール。さあ、三木選手、林、そしてバンカー、サブグリーン、そしてもう一つバンカーを越えてのサードショットになります。上げてきた。どうだ、うん、グリーンギリギリ捉えました。さあ、横田も同じ状況。上げてきた。届くか、うん、横田も乗せてきました。さあ、グリーン上、三木選手のバーディーパットになります。からのバーディーパットになります。
目に食われたか。大きくショートしてしまいました。さあ続けざまに横田のパーパットです。けです。5月痛恨のボギー。ダサいこれは。さあ三木選手、これを入れると一つ返します。しっかり決めました。ありがとうございます。三木選手、よかった。ワンダウンに戻します。さあ6番ホールにやってまいりました。三木選手、一つ返して、ただいまワンダウン。右のバンカーは250ヤードほどで越えてきます。これは右に。やっちまった。さあ続きまして横田のティーショット。横田は左に引っ掛けた。どこ行ったんだ。桜の。三木選手の第2打になります。どうしようかな。隣のホールから林を越えていきます。に当たってしまったが。さあ横田の第2打、138ヤード9番アイアン。どうだ、グリーンは捉えたか。オーバーしてなきゃいいけど。さあ三木選手の第3打。3打でグリーンを捉えきることができません。
田真一のバーディーパットになります。グリーン上から。このロングパットをきっちり合わせてきました、三木選手の第4打。惜しい。OK。ここはコンシードです。三木選手、ボギー。そして横田のパーパット。これを入れると2アップ。しっかり決めてきた。横田、2アップ。さあ、横田2アップで6番ホールを終えます。